どうもボルケーノミヤビです。今回お送りする動画は何のためにもならないクソ動画となってます。サムネでお分かりだと思いますが、ライデン将軍の長所を消し飛ばす物理特化とかいうネタビルド動画です。なぜこんなクソ動画を作ったかと言いますと、ライデン将軍は武器が槍、そして雷幻想ということは、通常殴り限定において星5槍をしのぐ性能を持つ、流れ突きの針を装備できて、かつ氷幻想が相方にいれば超電導で物理耐性を下げられるということです。そして物理特化の生物といえば蒼白です。この発動条件もライデン将軍なら 0.9 秒に1回幻想スキルが発動するので容易にクリアできるわけです。こんなビルドにしたところで、弱いのは目に見えてるんですが、思いついてしまったので動画にしてみました。まあ暇つぶしのネタとして見ていってくれると嬉しいです。それでは今回物理特化ライデンを使うために用意した生物がこちらの蒼白4セットになります。ステータスが攻撃力が1649、回心ダメージが 133% ですね。これで下にスクロールし忘れてますが、物理ダメージが 117% になってます。まずはノーバフでどれくらいダメージが出るのか、戦ってみましょう。メタビルドだし弱いと思ってたんですけど、そこそこまあそんな悪くはないダメージが出てます。元素スキルが734、回心で1719、流れ突きの針の追加効果で回心で963、回心で2263、元素スキルと武器の追加効果が回心すれば4000ダメージ入ってますね。お次は勝利さんのシールドと再霊剣を持たせた洗顔4セット7でひたすら爆撃をしながらのダメージを見ていきたいと思います。通常攻撃で最大7500出てますね。これでもだいぶ強いですが、さらに流れ月の針の追加効果が1回心1353、回心で3335、なんか予想よりもダメージが出てしまっていきます。意外と敵の殲滅もサクサクいけてます。そして最後にメシバフ込みと貫突ロサリアで物理耐性を下げて戦ってみました。流通のために作られた船は港に止まった。岩山八九見切りました。再生入れて震えなさい、そこてなんかダメージすごいですよ。通常殴りで9566も出てますね。そして流れ月の針の追加効果で最大回心が4020に入ってるかな。元素スキルのダメージ含めたら割とバカにならんダメージ入ります。ネタビルだと思って動画にしてみたものの、バフモリモリとはいえなかなかに強いですよね。ですがライデン将軍といえば元素爆発の無双の一心状態が売りのキャラです。通常攻撃がいくら強くてもライデン将軍の売りが良かったら微妙です。それでは物理特化のライデン将軍の元素爆発を見てみましょう。これだ。ここより弱滅の時。これ弱すぎてお話になりませんね。これ貫突しててテンプ13でこの威力です。そして残念なことに流れ月の針の追加効果は無双の一心状態では発動してくれないので、ネタビルド構成で終わりを迎えましたね。ただここで諦めたらつまらないので、ライデン将軍で通常殴りのダメージも出しつつ元素爆発の威力も出したいという無理な戦い方をすべく、剣闘士締め縄セットにして戦ってみました。このステータスがこちらですね。攻撃力2513、回心率 57.9、 回心ダメージ 139%、 元素チャージが 147%、 雷元素ダメージが 26.3%、 そして物理ダメージが 34.5% ですね。これでどれくらいの数値が出るのか見てみましょう。剣女盤石裁きのイカズ震えなさい、知ってた、ここより弱滅の時。まあパッと見強く見えるんですが、先ほども言いましたが貫突テンプ13でこれなので、どっちつかずの中に微妙になってる気がします。遊んで運用するってなるとさすがに難しいと思いますが、フィールド上の敵ならライデン将軍でサクサク敵を倒せると思いますので、お遊びでやってみるのも楽しいかもしれないですね。
それでは今回の動画、みじんも参考にならなかったと思いますが、興味を持っていただけて別の動画など見ていただけたりすると嬉しいです。それではまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。